国ニューヨーク市マンハッタン区アッパーウエストサイドにある高級集合住宅である1880年着工1884年竣工。ここに住んでいたジョンレノンが1980年12月8日マークチャップマンに射殺された場所としても知られているザダコタという名称の由来には諸説ある一つ目は 建設当時マンハッタン区のアッパーウエストサイドは、あたかも、ダコタ淳州のように、まだ住宅の数がまばらだったからという説。二つ目は、1933年の新聞に書かれているもので、発注主のエドワード・クラークが、ダコタ淳州が好きだったからという説。手前の左から順に、ザ・マジェスティック、ダコタハウス、ザ・ランウム。 ザ・サンリモ1階外側の柵にある装飾ジョン・レノンが撃たれた南玄関正面図セントラルパークのスケートリンクから撮影マンハッタン区を南北に走るセントラルパークウェストと東西に走る72丁目及び73丁目の計3本の道路に挟まれた角地に立地している同じ72丁目沿いにはホテルオールコットがあるセントラルパークウエストを挟んだ先には セントラルパークが広がっており、南東に面した部屋の窓からは、眺望が可能である。地下鉄 B、C 線で72丁目駅で下車するとすぐ目の前。入り口には警備員が常駐していて、住民以外は立ち入り禁止になっている。シンガーミッシンの社長だったエドワード・クラークが、ヘンリー・ジェハーデンバーフに設計を依頼して、建てられた。当時、 マンハッタンのアパートメント形式の住宅としては2番目に着工された。1972年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に選ばれ、1976年にはアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。なお、ダコタハウスの役員会による入居審査基準はニューヨークで最も厳しいとされ、単に資産や収入が多いだけでは入居できない。 今までに、ビリー・ジョエル、シェール、メラニ・グリフィス、マドンナ、カーリー・サイモン、アレックス・ロドリゲス、ジャドア・アパトー、ティア・レオーニなどが入居を拒否されている。また、20年近くすでに入居者であった黒人の投資家がもう一個を買いたそうとしたところ、役員会に拒否されたため、人種差別的であるとして、訴訟を起こした。ロの字型の構造になっており、その大きな中庭には、 噴水がある。建設時の倉庫数は65。2010年のウォールストリートジャーナルの記事によると、地上10階建てになっており、その最上階の部屋は、当初は、メイドの部屋になっていた。鋭角の妻と、多数のドーマーがある深い屋根が、象徴的で、テラコッタを用いたスパンドレルとパネル、壁画、バルコニー、バラスターには、北ドイツルネサンス様式の特徴がある。 ドイツ風の外観に対し内装は建設当時流行っていたフランスバロック様式を取り入れたもので各個違ったデザインが施されているがアンフィラードと呼ばれる連続式に整列した部屋と4メートル以上ある高い天井が特徴である一階外側の柵にはドラゴンをモチーフにした金属製の飾りが多数設置されている当初から館内に 自家発電装置があり、セントラルヒーティングが導入されているなど、画期的な設備を備えていた。近所のセントラルパークには、ジョン・レノンをしのぶ、ストロベリーフィールズという小広場が作られており、そこには、イマジン碑がある。ジョンとヨーコは1973年にダコタハウスに、転居。7階に2個と別の木座橋に3個の、計5個を少なくとも所有しており、 自宅の他に、倉庫、洋庫のスタジオ、ゲストハウスとしてしよう。ただし、1973年半ばから二人は別居状態にあり、ジョンは秘書で恋人のメパンと暮らしていたため、1974年末まで、ジョンは住んでいない。1975年にはここで、ショーンが生まれ、ジョンは音楽活動を一時休止して、子育てに励んだ。 1980年のジョンの死後も陽子は住み続けており、毎年中庭で開かれる住民のポトラックパーティーでは、ジョンの生前からの習慣を引き継いで毎回寿司を差し入れている。今まで数多くの個性的なクリエイター、アーティストが住んできた。しかし、最近はそうでもないというような苦言を、2005年にアルバートメイスルズが述べたことを、 ニューヨークタイムズ紙は報じた。同年、彼が売りに出した部屋を、カルト女優とも称されるメラニー・グリフィスと夫で、俳優のアントニオ・バンデラスが購入しようとしたが、役員会が拒否したという件があった。過去にも、ジーン・シモンズや、ビリー・ジョエルといったアーティストが、入居を拒否されたことがあった。ありがとうございます。